はい、こんにちは、山猿です。はい、というわけでですね、ギルド遠征なんとか2100超えれました。ありがとうギルドメンバーの人たち、ありがとう。なんとか2100は超えましたね。まあ、ちょっと3000は無理ですね。3000とかもう不可能レベルですね、マジで。これトップギルドとか3000いってるか、いってるよね。いってんのかな。え、トップギルドでも3000いけてんのかな、どうなんですかね。あのクラーケンがトップギルドなんかな、わかんないですけど、世界最強のギルドはどこなんでしょうか。わかんないけど、そこら辺の人たちはもう討伐はしてんのかな、こう3000までは。まあ、なんでとりあえずね、目標にしてた2100は超えれたのでよかったです。はい、次メインチャプターですね。これなんか攻撃力が圧倒的に上になると圧倒モードっていうのができるらしくて、僕知らなかったんですけど、これですね、必要な戦闘力を大幅に超えたためまもなく圧倒モードに入ります。現在は215ステージまで圧倒できます。圧倒モード、いや、これがありがてえ、マジで。これでね、これ亡者の鎧装備しときゃもう大概やってくれるんですよ、マジで。これも無限にね、できちゃうし。ありがてえ、ありがてえ、マジで。はい、まあこんな感じでね、ああやってやって、まああと放置でいいんですよ。まあ結構ね、攻撃力強いから、まあ、ゴリゴリあの HP は削られちゃうんですけど、まあ亡者の鎧あるんで、もう関係ないですね。もう普通。ああ、まあただとりあえずお金だけ取っとこうかな、とりあえず。いや、これマジ便利。5分で終わっちゃうから、めっちゃ楽なんですよね。この圧倒モード。めっちゃ楽。まあ、言うなれば、5じゃなくて3分でよかったんじゃないかなと思って。そしたらね、あの、カップラーメンとかも作りやすいんじゃないかなって思うんですよね。僕は。3分でよかったと思う、これは。マジで。もう2分短縮してくれるとマジでありがたい。だからお昼ご飯に、ああ、じゃあちょっとカップラーメン作るから、ちょっとね、圧倒モードでポチッつって、で、放置して、まあ、あとお湯入れるだけですよ。で、この戦いが終わったら、あ、よし、じゃあ食べようかなーつって、はい。カップラーメンがもうすぐ、ベストなタイミングで食べれるわけですよ。まあ、そうですね。あとは、その、クリアしたチャプターとかを、その、なんて言ったらいいかな、あの、いちいち入って抜けてをしなきゃいけないんですよ。今、現状。その、スタミナを、まあ、なくす方法といいますか、その方法で入ってはすぐ抜けるっていう方法を今取ってる方が多いと思うんですけど、もうそのクリアしたチャプターはもう普通にもうポチって押して、あのスタミナだけ消費してクリア扱いしてほしいんですよね。言ってる意味分かるかな。ちょっとなんか僕ちょっと語彙力なくてあれなんですけど、なんか入って抜けて入って抜けてじゃなくて、もうポチって押したらもうクリア扱いになってくれるとありがたいなっていうのはありますね。なんかね、そのスタミナの上限値が上がって、で、その、スタミナ回復量も、回復する時間も減ったのはいいんですけど、なんかスタミナがめちゃめちゃ余っちゃうんだよね。その、メインチャプターでしか、そのスタミナを消費することができないから、だから、あの、ほんと、で、あの、デイリーチャレンジ、なんだっけ?チャレンジ、なんだっけ?チャレンジ、あ?あれ、あの、いつものやつ、あの、3日に1回来るやつ。あれも3日に1回じゃなくて、もう毎日でもいいんじゃないかなと思うんですよ。まぁ、ちょっとめんどくさいかもしんないけど。で、あっちの方、あ、レギュラーチャレンジだ。レギュラーチャレンジだ。そうそうそう。レギュラーチャレンジの方も、スタミナ消費でいいんじゃないかなと思うんですよね。だその、イージー、ノーマル、ハードみたいなやつがあるから、まあ、イージーがスタミナ5、ノーマルがスタミナ10、ハードが、スタミナ15消費するみたいな感じで、そのスタミナの消費する場所をちょっと増やしてほしいと言いますか。メインチャプターでしか今のところそのスタミナ消費がないから、そのスタミナがまあ余るわけですよね。で、スタミナが余る、あ、もうそろそろマックスなるから、じゃメインチャプター1回入って、まあ、なんかもうすぐ抜けるみたいな、そういうそのなんていうの、無駄な工程と言いますか、なんていうか、そういうのなくしてほしいなっていう感じでした。なんかスタミナもうちょっとなんか上限値増やしたんだから、なんかもうちょっと、なんかこう、スタミナ使う場所増やしてもいいんじゃないかなって思ったりしちゃったりっていう感じですね。はい、じゃあそろそろ多分ボス戦が来るとは思うんですけども、来ましたね。これ倒したら終わりなんですよ。楽ー!もう亡者の鎧でいいんですよね、全然。うん。これでいいから、マジ楽。圧倒モード、素晴らしいね。
おー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 、マジ3分がいい、これ3分がいい、マジで。まあそのね、おい、この報酬もね増えて素晴らしい、素晴らしいの一言ですよ。まああとは抽選ね、新イベントまた来ましたけども、新しいイベント、うん、ビンゴですね、ビンゴ。まあこれは普通にどんどん買え、これ長押しでさ、こう勝手にやってくれる機能をつけてほしい、これ長押しで。でも今回もなんか本するみたいなのがあって、この1回のラウンドで3つこれ獲得できたらなんかレースモードが始まるっぽいですね。はい、あれ今回レースモードいけんじゃね、あ無理だ無理だ、あ無理だ、終わった。これランダムなんかな、でもレースモードいけるときって多分これ決まってるよね。もうレースモードいけるとき明らかに、あこれ行くわっていうのがある、わかるから、これランダムじゃないっすよね多分、レースモード行くときは。わかんないけど、違ってたらすいません。300もかかんのこれ、たけージェム交換しません、そんなの。はい、というわけで、まあ、圧倒モード素晴らしいっていうのと、まあ改善点3分にしてほしいなっていうのと、まあスタッドはスタミナのその使い道をもう少しちょっと考えてほしいなっていう感じですね。このレギュラーチャレンジマジスタミナ使ってよくねって思うんですけど、どう思いますかね。僕スタミナ使用いいと思うんですけど。はい、まあっていう感じでした。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。それじゃ。